役柄は皆さんこれ見ていただいて想像していただく全然想像できないと思いますよ。皆さん本日はお集まりいただきましてありがとうございます。いよいよ明日初日を迎えるということで、ドキドキしていますが、そうですね、1ヶ月半僕は稽古に参加させていただきまして、少しずつ、岸谷さんが作り上げた、脚本をみんなでこう形作っていく作業が本当に充実していました。でも本当にどんな作品の時もそうなんですけど、やっぱりお客さんに初めて届く瞬間っていうのは楽しみであり、そして怖くもありっていう、なんかでもすごく幸せな時間で、そうですね、すごく毎日地球ゴージャスに参加させてもらってるんだなっていうことをなんかふとした時に実感するんですけども、今日こうしてまた会見に立たせていただいて、あ、いよいよ始まるなと、改めて実感しております。精一杯大阪まで駆け抜けたいと思います。よろしくお願いいたします。本日ありがとうございます。今回地球ゴージャス30周年記念公演、30周年で守りに入らずにここまで攻めるかという、そういう舞台となっております。本当に新たなことに挑戦して、すごくチャレンジングな作品だからこそ、舞台稽古はもうワクワクのお祭り騒ぎでした。でこれから本当にお客様に見ていただいて、あ、こんなに今まで見たことがない演劇、見たことがない感覚、いろんなものを感じていただけると思います。本当に素晴らしい初日になると思いますので、私たちは楽しみに待っているので、お客様ぜひぜひ楽しみに劇場にいらっしゃってください。よろしくお願いします。はい、鈴木久です。今日はありがとうございます。本当に、台本を読んで、で皆さんで本読みをした日からここまで本当にあっという間で、毎日楽しくて、どんな作品になるんだろうとワクワクしていたらいつの間にか来てしまって、で明治座のあの上りの旗が立っているのを見て、あ、本当にこの舞台に立つんだな、ここでみんなと一緒にできるんだっていうことで、すごくワクワクしています。自分としても、まだまだもっともっと成長したい部分はあったんですけど、それでもやっぱり自分の中でこの2ヶ月間やってきたことっていうのが自分の中でしっかりと実を結んでいる感覚があるので、本当にあの岸谷さん、寺脇さんをはじめ周りの皆さんに感謝しつつ、その僕を、そして皆さんを、あの全力でこの作品を届けられたら嬉しいです。なので精一杯頑張ります。よろしくお願いします。三浦亮介でと申します。地球ゴージャスの30周年、そしてあの明治座という由緒ある、ステージにですね、立てることをすごく、心より嬉しく思います。精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。佐奈弘樹と申します。地球ゴージャス30周年記念公演という記念すべき舞台に、この大尊敬する皆様と一緒に舞台に立てることを本当に奇跡のように感じております。この舞台を見に来てくださるお客様、皆様にもこの舞台が奇跡の出会いだと感じてもらえるように、精一杯この舞台の持つ力を、お届けしたいなと思います。よろしくお願いします。しずと申します。本当にあっという間のお稽古でした。普通の舞台作りにしより地球ゴージャスのお稽古はいつも長い目なんですけど、それでもあっという間で、なんでかというと、すごいそれは仲間感とか一体感があって、そのオリジナルを作り上げるっていうその情熱っていうか、みんなの思いがすごくこの速さを感じさせてくれたのかなと思います。あのカンパニーみんなすごいエネルギーでこの舞台に立っているので、それがあの少しでも皆様に届いたらなと本当に思います。あの五郎さんが書かれた本にもたくさんのメッセージが込められていて、それぞれがみんないろんなものを投げかけていく舞台になると思いますので、たくさんのものを受け取っていただけるように私たちも頑張れたらと思いますので、応援よろしくお願いいたします。あのお忙しいところ本当にありがとうございます。あのこんなにたくさん来ていただいて幸せです。あの演劇
というのはまだまだ力が弱いものだともちろんまだ思っていて、そんな時本当に皆様のおかげで演劇が非常にメジャーになり、たくさんのお客さんが来てくださるきっかけになります。本当にありがとうございます。ゲネプロこれから頑張ります。大変なことになっていて、今頭の中のこう私の棚がですねちょっと整理ができてない状態なんですが、もうこれからみんなで、今日のゲネプロ逆に言うと少しちょっとこう楽しみでもあります。どうなるのかと、1週間ちょっと舞台稽古してきましたけども、頑張ります。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。まあ見ていただければ分かりますようにですね、なんじゃおらっていう、なんの芝居やねんっていう、ね、感じなんですけど、その通りで半ズボンですね、半ズボンですからね。だからそのまんまの感じを持って劇場に来ていただいて、どういうことなのこれはと、思って見ていただければなと思ってます。でまだチケットまだの方も当日券もありますんでですね、なんだこりゃ見に行かないとダメだなって今思ってる方々ぜひお願いします。まあ、僕も62歳になりましてね、で五郎ちゃんも今年9月で還暦ということで、年を重ねてまいりましたが、となると本当につくづく思うのは本当に今回テーマの一つでもあります時間というものがありまして、時ですね、これが本当に今の連続だなというのを実感してまして、まあ、こう喋ってる今もどんどん過去になっていってるわけですね。で時間っていうのはもう過去には戻れない、もう先に進むしかないし今しかないということで、この今という時間をですね、皆さん見ていただく皆さんと一緒に共有して、何かこう大きなエネルギーを我々からこう発信できたらなと思っていますので、ぜひなんじゃこれというこの芝居を見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。役柄は皆さんこれ見ていただいて想像していただく全然想像できないと思いますよとんでもない8人だよね。まあ、私は本当に今お客様の前に、この作品を発表する前の段階で私は今とっても幸せです。今回初めてのメンバー大志も福君もそしてひろきもりょうちゃんも初めてのメンバー、僕は全員の芝居を見に行って、そして今回出てもらう交渉をして、この役者この役やってもらいたいっていう思いがすごい強いまま当て書きをして今回の作品が出来上がりました。それに対して大志をはじめ全員私の想像を上回ってくれて、稽古場の状態から早くも本を超えた演技にみんながどんどん出来上がってきて、脚本書きしたりとしては本当に幸せいっぱいでございます。その人たちが今回出会いと別れがテーマで、そして時がテーマで、儚き光命の儚さもテーマで、そんな中でこのメンバーに出会えたことを今この会見でなんか今じんと感じています。このメンバーでやっていくのは、もちろん千鶴さん俊介はもう常連で出ていただいて、常連はあなただけですね。千鶴さんはプロム以来ありがとうございます。本当にこの仲間で芝居作りができてよかったと思う初日を迎える前に思っております。あとは見ていただいて、はい、ね、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、新たな一面そうですね。いやでも福ちゃんはね本当に毎週毎週ジップさん終わってから稽古場に、俺もだよ俺もだよ、それは分かったんです。もちろんお二人両方福君だけ偉いみたいななかなかないです。俺月曜日出てるもちろんです、もちろんです。なかなかカンパニーに2人ね、いるっていうことはなかなかないですね。空いてるレギュラー曜日ないですかね全部地球ゴージャスが埋めていくっていう、埋めていくっていう日曜日でよかった、ないけど、うん、いやでも本当にそうですね、福君は、僕お仕事するの初めてなんですけども、本当に初めて会ったのが福君がこれぐらいで僕がこれぐらいの、はい、時だったんですけども、ね、それから
本当にもうすぐね、これ終わる頃には二十歳になるんだもんね。だからぜひとも一緒に終わったらなんかお酒飲みたいなっていう感じなんですけども、はい、意外な一面ですもんね。意外な一面どうですか、なんかあるのかな。意外でもないかもしれないですけど、毎度言ってるんですけど、うん、今回改めて本当にあの五郎さんと寺さんの夫婦感夫婦力っていうのがもうやっぱもう本当に最高に高まってるなと思ったのが、2人でずっと喋ってるんですけど、そのまんまなんか動画見てるなと思ったら、なんかフィットネス動画を2人で見始めて、そのフィットネスがお前これできるか、いやできるぞって言って2人で始めて、すごいなんだろうな、幸せそうでしたね、あの時間。微笑ましいですよね。微笑ましかったです、ね、あ、本当、はい、みんなに見られてるんだ、ああいうのね。そうなんですよ。あの前にね、あの僕が何度かこう出させていただいてる時に、移動の新幹線の中であの乗り込んだら2人が喋ってて、いろいろ座席あるのに2人で並んで座ってて、で寝て起きたらまだ2人でずっと喋ってたっていうことがあるんですけど、それをまんま福君も同じ時間を過ごしたらしくて、そうですね、東京から大阪までお二人が隣の席でずっと喋ってました。仲いいなと思って。地球ゴージャス30年、そして出会って40年ですか、お二人は。そうだね、いやすごいですね、40年ね。あとはやっぱ風間さんの体が硬いっていうのは、あ、そう、確かに、うん、でもやっぱりちょっとだけ柔らかくなったよ。いや本当に柔らかくなりましたよね。でもちょっとやばいここでちょっと遠いなぁ。でも柔らかい、前よりめっちゃ柔らかくなってる、はい、地球ゴージャス10年おきに風間俊介が出てくれていて、それでこの硬さですよ。あの激しい稽古はどこに行ったんだっていうね。そうですね、ゴージャスが終わった後にも続けてればあれなんですけど、ゴージャス中にしかストレッチやってない説っていうのがあるんです。普通は柔らかくなるよ。はい、でも今回も20年前と同じスニーカーで稽古してたね。時が止まる、顔だね、顔が変わってないっていうのがよく言われますけど、すね、うん、体の硬さも変わってないですね。はい、靴も変わってなかった、ね、靴も変わってなかったです、ね、反省してください、はい、少し、はい、すいません、こんな形で大丈夫でしょうか。ありがとうございます。いやもう本当に吸収力というか、周りの、五郎さん、寺脇さんをはじめとした全キャストからいいところを吸収して、稽古中にやっぱり伸び率みたいなものだったりとか、変わっていく速度が抜群なんですよね。で、すごく大事な役を担ってるんですけれども、そこで五郎さんがもうちょっとこうしてほしいって言ったら、その日のうちにガラッと変えてくる、で次の日にはまたさらにブラッシュアップしてるっていう、その人の意見をすぐさま吸収できる素直さと理解力、頭の良さが素晴らしいなと僕は思ってます。そうですね、実は言うとこれはお客様に来ていただいて驚いていただきたいということで、今お話しできることがとても限られるんですけれども、初めて台本を読ませてもらった時に、演劇でこれが可能なのだろうか、これがステージ上で実現できるのだろうかって思って、それが、稽古、そして劇場にやってきて、どん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 形作られていって、すごいなんていうんですかね、既存の演劇だったりとかエンターテインメントへの挑戦みたいな作品になってます。で、五郎さんが今日あのおっしゃってた、今あの台本を書いた脚本家岸谷五郎は俺の敵だって言ってました。それぐらいやっぱりこう高いハードルを五郎さんが自分で設定されて、それを超えていくっていう、そして僕らはそれを必死についていくというような形になっているので、詳しいことはお話しできないんですけれども、皆さんがあっと驚く演劇となっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。役のそれぞれの衣装ですね、衣装プランも随分何回も変えました。いろいろ一人だけ役名が分かる人がいますけれども、ね、一人だけもしかしたら人の生きる道の神器かもしれない、かもしれないね、名前ですこれは。なんで俺だけ、あんなにみんな役名隠してたのになんで俺だけ言っちゃうんですか。明かされてない役名が一人だけ本当に二転三転して いろいろデフォルメされてる部分も作ってて、実は作品見ていただけるといろんなことが分かるんですけども、
内緒が多い。内緒が多いんだよね。うん、そうですね。はい。ありがとうございます。いいね。普通でいいから。そうですね。今本当に地球では戦争が起き、まあ、日本でもね、地震があったりして苦しんでいる方々たくさんいると思います。我々はこうやって芝居ができる幸せがあります。本当その人たちの気持ちも背負って、何か一丸となって地球のことを考えている人たち一丸となってなんかこうエネルギーの発端になればなという、まあ大それたことは言いませんけども、そんな気持ちだけはそんな気持ちで、明日から僕らのできることを全力で やって、誰かの役に立っていきたいなと思っております。何かのエネルギーが生まれればいいなと思いながら、頑張っていきたいと思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。当日券もあります。よろしくお願いします。お客さんと同じなんですけども、地球ゴージャス結成して30年です。本当にお客様のおかげだと思っております。ありがとうございます。我々は料理人なら料理を作れる、そして、幸せを与えられる、建設業、お家を作る人なら、すぐ仮設住宅を作ってその、被災地で、活躍することができる。我々俳優には何ができるんだろうと、何もできないじゃないかと落ち込んだ時期がありました。その頃ちょうど地球ゴージャスが結成されました。阪神淡路大震災でした。その時にふと我々唯一できることは人々の心をに栄養を与えること、人々の心、世界中の人、地球をの人々の心をゴージャスにすることができるんじゃないかということで地球ゴージャスという名前を付けました。本当に魅力ではありますが、来てくださるお客様を幸せに、すること、これに全力を尽くしております。ぜひ劇場でお待ちしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。